シアトルパシフィック大学は、米国ワシントン州シアトルにある私立のキリスト教大学。1891年に自由メソジスト教会の神学校として設立され、1915年にシアトルパシフィックカレッジに改称1977年に現名称に変更した。クリスチャンカレッジコンソーシアムに加盟している。 1891年に自由メソジスト教会が海外選挙使要請のための神学校として設立した。見学当初の自由メソジスト教会の神学校から現在の4年生大学へと発展する過程で数回名称変更を行っている。学士課程と5つの修士課程が設置されている。US ニューズワールドレポート紙が実施する2020年。 全米大学ランキングでは192位体にランクインしている。2019年秋学期に実施された統計に基づく。SPU ティファニーループシアトルの市街地から車で10分ほど離れた郊外に43エーカーのキャンパスがある。アレクサンダーホールアレクサンダーホールマッキンリーシアター、初大学長アレクサンダービアーズから名付けられたホール。レンガ造り4階建てで、 新学大学院の本部が設置され、学士課程の社会学、歴史学の講義にも利用されている。大学創設時から存在する唯一の建築物であり、2014年に6000万ベイドルをかけて改装工事が行われた。ホールの隣にはマッキンリーシアターがある。デマレーホール、時計等デマレーホールは事務局や学長室なども入居する中心的な建物である。 1959年から9年間学長を務めたカルビンドールデマレーにちなんで名付けられた。デマレーホールの正面の時計塔は1966年に設置された。グウィンコモンズグウィンコモンズ1階には食堂、2階には多目的室がある。多目的室にはクイーンワンルームとカスケードルームの2つがあり、それぞれ500人を収容することができる。また、 売店も設置されており、学生が日用品を購入することができる。グウィンコモンズの名は、大学の評議員を32年間務めた、ウェルズグウィンにちなんでいる。エームス図書館課から見上げた、エームス図書館上から見下ろした、エームス図書館。エームス図書館は1994年に完成した、大学図書館で、25万冊の蔵書と1300の、 逐次観光物を所蔵している。学生、教員、卒業生が利用でき、大学間協定によって、ワシントン大学を含むワシントン州とオレゴン州の、学術図書館にある3000万の資料にアクセスすることが、できる。ピーターソンホールピーターソンホールピーターソンホールは、キャンパス内で2番目に古い建物で、教育学大学院と、家族、消費者科学部が使用している。 地下には調理室と裁縫室がある。シアトルパシフィック大学では、ホームレスのために毎月炊き出しを行っており、その際には地下調理室が利用される。学生会館学生会館は1960年代に建設され、現在まで学生の活動拠点として利用されてきた。フィリップ W& シャロン K イートンホールこの建物は、自然科学系の研究室が利用している。 2003年に建てられた、この建物は、キャンパス内で最も新しく、電子顕微鏡、霊室、音室などの各種設備が整っている。この建物の由来となったフィリップ・ W ・イートンは、元学長であり、シャロンはその妻である。マッケンナ・ホールマッケンナ・ホールマッケンナ・ホールは、ビジネス政治経済学部が使用している。この学部では、経営学、会計学、経済学、政治学、 国際開発学の学士号に加えて、経営学修士を含む3つの修士号が取得することができる。シアトルパシフィック大学には5つの学生寮が存在する。また、キャンパス外にも住居を借り上げており、学生が利用することができる。すべての学生寮は単身寮で、男性用と女性用で分かれている。学生寮の名前は、アシュトンホール、ヒルホール、モイヤーホール、 エマーソンホール、そしてアーネットホールである。新入生は、家族と同居する場合を除いて、必ず寮生活をすることと定められている。また、食事プランも不足している。19歳までは、原則寮生活とされており、20歳になると、学生寮以外での生活が認められる。正門2014年秋開設のアーネットホールは4階建てで、 学内で2番目に小さい学生寮である。1人部屋、2人部屋、3人部屋が用意されており、1階には、ラウンジ、緑色の屋根で、ルーフデッキもある。上階の窓からは、ワシントン湖の運河が見える。キャンパスの北西部に位置し、リマレーホールの正面かつ、食堂のある、グウィンコモンズにも近い。1965年解説のアシトンホールは6階建て、 入居者数400人を超える学内最大の学生寮である。寮名は心理学教授を務めたフィリップ・カイ・アシュトン博士にちなんで名付けられた。キャンパス内で最も標高の高い場所に建てられており、多くの部屋からワシントン湖の運河を眺めることができる。アシュトンホール主催で多くのイベントが開催されており、舞踏会も開催される。過去にはスペースニードルや シアトル W ホテルで舞踏会が開催されたこともある。2001年開設のエマーソンホールは学内で2番目に新しい学生寮で1人部屋、2人部屋、3人部屋が用意されカードキーによるセキュリティやエクササイズセンターも整備されている。この寮はブリッジプログラムというプログラムを実施し留学生や国際問題を学ぶ学生を受け入れている。また、 両主催のコーヒーハウスや映画祭、春の食事会などが開催されている。両名はこの学生寮が面する通りから付けられた。1962年開設のヒルホールは、グリーンコモンズと図書館の近くに位置する学生寮で家族的な雰囲気で知られている。近年リニューアル工事を実施し、アスレチックセンターや中庭が整備された。寮では、スキット大会や舞踏会、 キャンプなどが開催される。両名は大学拡張の際に寄付をしたルーベン・ヒルケにちなんで名付けられた。1953年に開設され、1983年に改装工事を行ったモイヤーホールは学内最小の学生寮でキャンパスの中央に位置する。両名は科学教授、学部長を務めたジェイコブ・モイヤー博士にちなんで名付けられた。寮では アイスブルームボールや借り物競争、合宿、全量食事会などが開催される。かつてはマーストンホールと対抗でアイスブルームボール大会が開催されていた。大学のスポーツチームは NCWA のディビジョン2に所属している。男子女子2014年6月5日、オットーミラーホールで学生1人が死亡、2人が負傷する銃乱射事件が発生した。 実行犯は同大学の学生ではなく大学とは関係がなかった。現場に居合わせた学生が唐辛子スプレーを使用して実行犯の武装を解除し、この学生は2015年にその功績が認められ名誉勲章を受賞した。2016年11月16日、実行犯は有罪判決を受け、禁錮112年を言い渡された。ありがとうございます。